高難題店の藤崎です。今日はトイプードルとマルチーズのミックス犬のご紹介です。10月26日生まれの女の子でカラーがアプリコットです。この子のチャームポイントは手足の白い部分と優しい顔立ちです。お父さんがトイプードルで 1.9 キロ、お母さんがマルチーズで 2.5 キロです。ぬいぐるみのような可愛いワンちゃんなので、ぜひ会いに来てください。